俺はもうモチベが別にないのよ。ない、ないんや。楽しみじゃない気がする。就活に対してのプラスのイメージがちょっと、うん、ない、ない。どっからやっていいか正直あんま分かってないから。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございま す, と い, ます。ということで、1月の25卒就活状況についてみんなに聞いていきたいと思います。お願いします。お願いします。今回 MC を務めさせていただく25卒のあかりです。専修大学3年のひなのです。就活状況は何もないです。早稲田大学3年のゆうたです。就活状況は本数1校が1社残ってるぐらいです。内定ゼロです。法政大学3年の玉江です。就活状況に関しては、内定を1社いただいてて、本選考1社進んでて、もうほとんど終わりに近づいてる段階です。法政大学3年のひろとです。内定はゼロです。お願いします。ということで、じゃあ25卒の皆さんに集まっていただいて、今ちょっと軽く触れてもらったんですけど、就活の状況、どういう業界を受けていて、具体的にどんな企業とかどのくらい選考が進んでいるのかを聞いていきたいんですけど、もう何本も動画で述べさせていただいているように、不動産業界を志望しておりまして、さっき本選考進んでる、本選考進んでるんですけど、それは最終面接が各役っていうかのが一社だけで、まあそれは不動産と関係ないんですけど、また別の企業でで今いろいろ見てるって感じですね。不動産業界以外とかもどういう感じなのかなっていう。そう、今まで不動産一本みたいな感じだったのが、ちょっとこうバランス取って見てる感じ。軸違うじゃん、多分。そう、だからどの軸がいいのかなって今めっちゃ悩んでる。あー、そう、だから悪く言えば絞り切れてない。そもそもなんで不動産やりたい。なんか不動産やりたかったのは、まあその街づくりとかそういう不動産に携わりたいなって思っててんけど、なんかそれもちょっと抽象的やから、なんか具体的に何がしたいのってなった時に困るから、じゃあ他のちょっと見てそっちの方が具体的にできるかなっていうのを今考えてる。あー、なるほどね。あ、じゃあひなのちゃんはどうですか。あの髪色で分かる通り本当に就活してないです。今 SNS 活動やってるから、そっちの方でどうしても、あの12月繁忙期で、ああそうなんだ、そっちのお仕事でめちゃくちゃ忙しかったのと、期末試験とかして、ああそうね、正直大学のことと自分の SNS のことで手一杯になっちゃってて、まあ、就活したいけどみたいな感じで。なんかそういう人も絶対いるよ。絶対多いと思う。でなんかどっかに選考出したりとかって、やっぱりその ES ちゃんと書いたりとかいろいろ手間かかっちゃうから、まだできてなくて、っていうのでもどっからやっていいか正直あんま分かってないから、就活生の中では遅れてると思う。ヒロトはどう。本当に銀行、大手銀行とか、まあ、IT とか見てたんだけど、やっぱ自分に合わないなって。それは周りを巻き込めるか、若手のうちどんどん成長できるかとか、そっちの方が向いてるなと思って、最近みたいな広告、PR 会社とか広告代理店とかもそうだけど、どっちも見てて、まあ、インターンは1月は6社ぐらい行くつもり。おおすごいね。でまあ早期選考2社ぐらいやってるとこもあるから、そこに ES 通して、っていう感じにしてる。全体で言うと、まあ、10社いかないぐらい、数多ければいいっていう。やってるも数はこなさないと質は上がんないからね、恐ろしい。すごい、ありがとうございます。玉江ちゃんはどうですか。内定をいただいたその会社の社員さんと、まあ、3、4人面談させていただいて、でそこで自分の本当にマッチしてるかみたいなところとかをチェックしてるっていうのと、あと懸念点を払拭してる段階っていう。なるほどなるほど。でも基本的に全部懸念は払拭されたから、もうそのまま、あその会社に、進もうかなと。すごいね。なんでそんなに自分にぴったり合うような会社見つけられたのかなっていうのがみんな気になると思うんだけど、まず選び方としては、もともと本当に全体で言うと夏ぐらいで100社ぐらい見てて、100社そこで第一段階としてはフィーリングやね、自分の中で。フィーリングで合う合わないで、まあ、絞り込んでって、まあ、70社かに絞って、そこからはまあインターンに参加したりで、まあ、そこもまだフィーリングで削る段階。まあ、最終的には内定をいただいたってことは、まあ、そこで働く人材に合ってるってことかなっていうのは思うから、まあ、合ってはいるんかなっていうふうに思って、でそこからその他の最終選考とか進んでる会社といろいろ比べてって、自分の中のこの軸、やりたいことに合わせて、まあ、チェックしてって、今内定もらってる会社が一番合うかなって。ちなみにあかりはどんな感じ。まあ、私はもうほぼ決めていって、でその中で一社本当に自分のやりたいことできるし、社風が合ってるなって思うところがあるので、そこに行こうかなと思って
って、でこの間まではそこの社員さんといろいろ面談したりとか、うん、あとお話聞いたりをしてて、それこそ懸念点を、うん、少なくしていくって作業をしてましたって感じ。業界はコンサル業界です。コンサル、はい。でも正直さ、うまくいってる？そうですね、それは満足してないな。してない、おー、とことんやってないなって感じ。あー、そういう意味か。その、まだ頑張れるよねっていう意味では満足できてないっていう部分が多くて、シンプルに時間に追われてるっていうのは結構ある。まあそれの裏を返せば、その時間を作るようにしてない、うん、なるほどね、なるほどね。ただ楽しくないから。そうね、なんかその楽しめてない気がする。楽しめてない気がする。就活時代一番だと思うんだよね。就活に対してのプラスのイメージがちょっと、うん、ない。マイナスの方が勝っちゃってる。もうずっとゼロの状態。ずっとゼロの状態。そう、やらなきゃいけないものとして考えちゃってる。それも課題みたいなもんじゃん。そうだね。そうそうそう。その感じだからとことんやりきれてないって感じ。はいはいはい。どの点で言うと、正直たまえはな、学校のことは全然やってないです。どれもこれもっていうのは難しいから、その時期によってやっぱ優先順位を作るべきだと思うし、うん、はい、夏休みはもう就活と部活だけに絞れたから、うん、その分その時期に頑張れたかなっていう。なるほどね。こっちのみんなはさ、プラスに捉えられている子が多いかなって思ってたんだけど、うんうん、なんかみんなみたいにモチベ上げるにはどうしたらいいかなってちょっと相談したいです。私もその就活は正直やらなきゃいけないものっていうのでスタートして、うん、でやってみたら楽しかったみたいなのが大きくって、うん、で何が楽しかったかっていうと、私はいろんな人に会うのが好き、うん、なのと自分の成長を感じられるのがすごく好きだから、あ、なんか就職云々っていうよりか、いろんな企業を見れていろんな人に会えて自分のスキル上がるのめっちゃいいじゃんっていうモチベーションでやってて、うん、でじゃあいざ例えば本選考優遇来ましたってなった時にどういうモチベーションかっていうと、この会社のあのオフィスでこういう仕事ができる自分っていうのをすごく想像して、私は想像するのがすごい好きなので、なんかそういう自分になるために、じゃあ今頑張ろうかなっていうふうに思えてたかもしれない。多分自己承認欲求が高いから、うんうん、自分を表現してって、それで認めてもらえたらすごい嬉しいんじゃないかなっていうのもあったから、うんうんうん、まあそれが一つかな、うんうん、だからそれができる場がやっぱり就活ってぴったりかなって思った、うん、とか自分なりに楽しさをやっぱ見つけるのが一番だよね、うん、あとその今の頑張りようによって自分のその未来をいくらでも変えられるって思ってたかも。かっこいい。行動して良く思っても悪く思ってもそういう情報が一個増えたってことだから大事だと思う、うんうんうん、うん、俺はもうモチベが別にないのよ。ないないやあると思ってた、うん、だけどそれこそやらなきゃいけないことだと思ってるし、うんうん、やろうとも思わないんだけど、うん、友達と一緒にやってるの。珍しいタイプやな。そうなんだよ。だから友達と一緒に、うん、友達もやってるから俺もやるみたいな、うん、でお互いの就活状況とかあとは情報とかも交換しながらみたいな、うん、っていうのは結構大事。テスト勉強でもそうじゃん、なんか一緒にやろうとか。確かに、そう、こういうでっかい図書館の使いとかでみんなで集まってやってたわ。モチベーションがないなら逆に友達と一緒にやればなくてもできるじゃん。そうなんだよ。結局相手のモチベーションを吸収するみたいなさ、お互いのモチベーションを高めるみたいな。なるほどね。結構いいんだよね。そういう発想もあった。で今その友達っていう身近な人と、あとカフェとかの隙間時間でできるっていうのがモチベーションの、まあ、上げ方っていうのに上がってたと思うんですけど、ここで一個提供を挟ませてください。 PR で、ハッシュタグ PR してください。はい、この旬ダイアリーの動画に協力していただいているジョブ TV さんのアドバイザー制度っていうのを紹介させていただきたいと思います。ジョブ TV の就活アドバイザー制度っていうのは、自分の不安なこととか悩み事っていうのを寄り添ってくれるっていうような制度があります。そのジョブ TV さんの LINE のアカウントを登録すると、なんと毎日 SPI のクイズが届くそうです。へー、めっちゃありがたいですよね。というので、本買っても開かないって人は LINE の通知が届いた時に、あ、ちょっとやるかっていう気持ちになれるっていうのがすごく便利だと思います。登録するか。そのアドバイザー面接と SPI のその毎日送られてくるのは、 JobTV さんの公式 LINE を追加するとどっちもできるようになるそうなので、概要欄から JobTV さんの公式 LINE 追加してください。お願いします。はい、ということで
でちょっと思ったより盛り上がってしまった25卒1月の就活座談会っていうとこでした。皆さん若干うんと思ってたかと思うんですけど、私たちめちゃくちゃ仲がいいですね。って思ってます？俺は思ってない。俺は思ってない。バチバチやわ。本当ですか？バチバチ。はい、仲良しなんですけど、なんと私たちこの5人とあと今日欠席してしまった1人の6人で大型企画内定就活サバイバルというのを1泊2日で撮ってきました。イエーイ。6人でね。はい、6人で、6人で6人のうちから果たして誰が内定を取れるのかっていうサバイバルの動画が1月後半からアップされるので、皆さんぜひ楽しみにしててください。ご覧ください。誰が内定取ってんのかね。ということで、じゃあ来月もまた就活とかいろいろ皆さん頑張っていきましょう。はい、はい、では、いきます。せーの、じゃあな。